プロの人に対してのアンチコメもあったかんね。いや引いた、うん、ただいま、うん、リスナーではないんだよ、やじ馬のこの人絶対プロじゃないねとかさ、うん、まあ、24日でトリミングするから普通に上手だったよ。あ、すごい、いや嬉しい。あー、きーちゃん5個もいいんですか、ありがとう、ありがとうございます。きーちゃん頑張りますね。え、どうしよう、メイクを配信外でして、あのちゃんと化けてからしようかなって思ったんだけど、化けてからどうしよう。なんか来た、なんだっけ、なんかうちに来た、なんか届く、なんだっけな、なんか来た、うん、違う、ありがとう、ちょっと待ってて、なんか届いた、いや野菜とあともう一個来るんだよ、なんだっけ、野菜来た、野菜何が入ってるかな、季節の野菜が入ってるらしい、まゆちゃんがよく料理するからさ、あ、いっぱい入ってる、いっぱい入ってる、サニーレタス、サニーレタス、キノコがめっちゃ入ってる、チンゲンサイ、ピーマン、キュウリ、あ、なんかでか、キュウリ、キュウリでか、あ、ネギなかった、ネギ、
ら新鮮だね。わエッチなのが入ってた。どうやって使ったらいいんだろうこれ。ズッキーニ、ズッキーニ、え、なにこれ、白いキノコ、なにこれ、初めてお目にかかる。しめじの白バージョン、なにこれ、え、初めて見たこれ、なにこれ、またなんか美味しい。なんか すごいこれ。レンコン。で、ごぼうめっちゃ入ってるね。人参、トマト、大根、ありがとう。こんなにいっぱい。でもなんか逆になんかこうやってもらったらさ作るかもしれない。リスナーさんありがとうございます。野菜を使い切んなきゃいけないよね、こういうのとかね。はい、ちょっと大丈夫かな。どうしたらいいんだろう。え、だって大根おろすのが大変じゃん。おろすのがないうちには。わあ嬉しい、リスナーさん、これで今月の目標節約だからさ、節約できそう。やってみてる。アスパラは立てて保存がいいんだ。入った。すごい豊富ですよ。うちすごい豊富ですけど、これ一人暮らしですよ。
大家族だよねこれ。どうしよう。明日からちょっと誰かうち来る。誰かうち来る。一緒に食べる。これを使い切らないと絶対腐らせたくない。その傷みやすいのも分かんないけど、なんかネットの王子なんかリアトツ待ちしてるね。お風呂入らないで。あ、キノコ冷凍？え、もう冷凍しちゃう？え、それ今やる。でもでもね、冷凍もさ、もうきついんだよ。冷凍もちょっときついんだよ。あ、でもそんなことない。ちょっと待って、冷凍しちゃう。で、いけるかな、なになに、どうしたの。嫌いなのに見てるやついる。いい子は好きだけど、こいつマジ嫌い。じゃあ見なきゃいいじゃん。みんなで同じこと思ってるよ。同じこと思ってるよ。いい子だけ見ててあげなよ。私にコメントしてる暇があったらさ。どうしよう。冷凍。キノコってさ、冷凍した方がうまい説が、栄養が増えるらしいね。ねえ、アスパラもいける？アスパラも冷凍していい？どうなんだろう、アスパラ。やべえ、キノコだけでこんなにある。こんなにあるキノコが。キノコは生でいいんだよね。しかもなんなら洗っちゃいけないし、カットしてジップロックで OK ね。これさっとやった。メイクしようか。バラバラにほぐして。この前作ったジップロックがある。この前作ったジップロック。あ、ここくっついちゃったけど、これ使うか。何？22嵐？まゆちゃんが、何？まゆちゃんが、ニニさんが35さんに絡んでる。224。てめえあんまなめない。あ、キモそう。ブロックしとこう。キモそう。ありがとう、教えてくれて。だからなんかさ、何、タイマン？逆にちょっとブロックしないでちょっと見たかった。
タイマン、タイマン、もしかしてタクマじゃないの、もしかして。タイマンとか何、久々に聞いたけど。タイマンとか使うよ、だって。やっぱ、やっぱチャリで来た感じしたよね。ちょっと待って、これは。カットして、で、洗わないんだよね、洗わないんだよね、キノコは。はいはいはい、まあ冷凍したらさ、これはスープ行きだよね、全部ね、スープ行き。入りきらない気がしてきた。入りきらない。本当に嬉しい、リスナーさんありがとう。料理がはかどるね。さっきね、食べた、急いで。配信外で作った、作ってた、作り置きで。あとなんかね、犬のダイエットにもいいらしいよ。犬のダイエットにも。キノコって、うん、知ってた？ダイエットにいいって。歯に服太ってるからね、あげてもよかったけど、あげてもよかったけど。これ初めて食べるけどさ、味はしめじなのかな、うん、ずっと倍の確率見計らってるけど。でもほら、今日最終日だよ、最終日は出るはずなんだけど。ね、しかも夜の時間帯の最終日の方が出やすいと思うけど。やべやべ、おもろ、初めて見た、なんかかわいい、おもろい、キノコの匂いだ、かわいいよね。アニメみたい。これ全部混ぜちゃっていいか、いろんなキノコ。あ、間違えてゴミ入れちゃった、こっちで。なんか楽しいね、あの何が入ってるか分かんないのは。送ってる人も何が来るか分かんないらしい。そこのなんか工場が、工場っていうか、そこの美味しいやつをランダムで。もうちょいギリギリ。
当だ、パンパンだわ、パンパン。ありがとう。あ、ありがとう。こんばんは。一人暮らし自炊しても勉強になりますにしても量が多いね。あ、ゆうくんありがとう。自炊なかなかしないよね、一人暮らしね。ねえ、やっぱ冷凍、冷凍だよ。一人暮らしの人ってさ、なんかちっちゃな冷蔵庫買うじゃん。やっぱね、冷凍庫はねでかくて、特にやっぱ冷凍庫が一番使うかな。むしろ一番大きくてもいいぐらい。1回ずつ冷凍したら便利かも。よし、すっきりした、すっきりした。冷凍庫は下の方に置く、置いて忘れがち。それな、ありがとう。それこれいつのだろうってわかる。ありがとう。まあキノコの冷凍はさ、スープ、まあ野菜もそうだけど、ほぼスープとか煮物とかだよね。スープ煮物行き、これ全部スープ今後使うわ。鍋とかさ、ありがとう。フローズンカクテル、おー嬉しい。邪魔。まあいいや、これは。イベント後ででいいか。いやまだあるな、自信がないもんな、全部新鮮なうちにっていうのが。ありがとう、ありがとう。フローズンカクテルありがとうございます。じゃあメイクしようかな。メイクパータコスったら、バイデン大統領ですいません。ゆうくんありがとう。いや大丈夫、波は来るはず。あきみちゃんナイス、ゆうくん。で5万ポイント差だ。6位まであと5万ポイントです。あともう一個なんか届く気がしてたな、気がしてたな。でコスプレ、あそうだ、さっき届いてたんだけど大丈夫かな大丈夫かな。
がとう。まだ見てないんだよ。アフォローしてください。まだ見てないんだよな。もう太ったんじゃない？太ったと思う。なんかみんな全然太らないよねとか言ってるけど、太ってきてるよ。気づいてないんだけど、あの不健康には見えなくない？だってもうだって肉がついてきた。はい、クマ、マイちゃん、あ、本当に？マイも会いたいよ、ママ。ね、ふっくらしたよね。そう。なんかでも気づかないんだよ。着々と脂肪とかついてんだけどさ。ね。ガリガリで気持ち悪いとか言われるのなんでだろう。アンチかな。絶対にそんなことないもん。いい太り方？ありがとう。ガリガリ卒業。ガリガリ卒業した。今何キロかな、測ってない。ボンキュポンではないね、わらわらって。日本人なんだからそうでしょ。日本人なんだから。測ってみる？いいよ。体重見たい？何キロかな。壊れました。体重計ダメです。体重計壊れた、うん、水谷さんキャリー体験意外といけないね。意外といけないね。なんかさ、今歯磨いて思ったんだけど、なんかほら、うちの兄がさ、まあそういう 歯の仕事をしてんだけど、最近私が健康的にこうガリガリじゃなくなったのって、まあ兄弟の原因もあったんだよね。勝利、まあ、兄弟全部に解放されたからさ、